長く働くことは美徳みたいなところってやっぱり根強く残ったりしてるので、本番1時間なのに6時間拘束してくる仕事とかはもう本番までにヘロヘロだし、打ち合わせもちょっと多い人数いるとか、誰も喋らない人がいる、当たり前にいる、うん、国会が大変象徴的になって2年前にやった強引ハンコの廃止、はいはいはい、小さいけれどこの変化をたくさん積み上げるってことが大きな変化につながるんじゃないか。日本の生産性を下げている最大の理由なわけですよね。報告は過去のことで、相談が未来のこと、法令をギュッと小さくして相談を大きくする。ちなみに安倍プラもね、昔はね、なんか2時間前の声とかめんどくさくて嫌だったんだけど、どんどん効率化してる先日アメリカで驚きの調査結果が発表されました。それは出席する必要のない会議や長すぎるミーティングが年間360万円の損失につながっている。無意味な仕事はブルシットジョブと呼ばれ、クソどうでもいい仕事などと訳されることも。これが企業に大きな損害を与えていると言われています。中でも日本は、外資系の企業と日本企業がミーティングをするっていう時によく言われるのが大名行列って言われるんですよね。日本企業側がすごいたくさんの人がやってくると。そう答えるのは、日本マイクロソフトや IT 系企業に勤め、現在は複数の企業で顧問に就く澤まどかさん。多くの人が会議に出ること、どこが問題なのでしょうか。自分が全く発言する機会を持たない会議とか、当事者として何かをする、要するにアクションをするっていう必要がないところに同席をするっていうのは、これ本当に僕は無駄だなと思う。こうしたただ出るだけの無駄な会議をなくそうとしている企業があります。家計簿アプリを運営するマネーフォワードでは、普段の会議に独自のルールを設けています。マネーフォワードでは、ミーティングウェイという会議を効率的に行うための手引きのようなものを整備しています。こちらが木下さんたちが作成するミーティングウェイ。以前外資系企業にいた経験を生かし、会議のアップデートに取り組んでいるそうです。会議に対してしっかりとしたアウトプットを出せるんだろうか、そういったことを考えた上で人を選ぶ。会議をする前に参加しなければいけない人と、しなくてもいい人に分け、最小人数で会議を実施。そうすることでコストの削減や会議の場の空気作りにつながるそうです。社内のミーティングであるにもかかわらず、パワポでファンシーなスライドを作り込む、こういったことも不要じゃないかなというふうに考えています。身内だけの会議ならパワーポイントで凝った資料を作るのを廃止、代わりに Google ドキュメントなどを使い、テキストベースの資料を使うことで作業コストを減らしているそうです。コストをカバーできるだけの結果をやっぱりミーティングから出さなきゃいけないというふうに考えています。他にも効率化を求め、時間短縮を目指す人もいます。北海道で IT を使い建設業界の効率化を支援する HT ライズプランの武田博樹さんは、常識的になんとなくやっちゃってるものってないのかなっていうところで、それの自動化っていうのをやってきたという、そういう経緯があります。仕事の始めに行われる朝礼、建設業界ではラジオ体操に始まり、作業や安全の確認、人員の配置などを連絡する手段として多くの現場で行われています。それを自動化するとは、朝7時半から、9時までの間、一つの大型モニターを用意して、その朝礼の動画を延々ループして、再生するっていうことをやったんですよ。朝礼の自動化。まずラジオ体操は廃止。
朝礼で伝えてきた業務内容などは動画に変更。毎日映像を作り、現場のモニターで流しました。皆さんおはようございます。7月15日の、本日の作業を確認していきましょう。作業員たちは朝出勤したらその動画を見て内容を確認し、おのおの作業に取り掛かるという仕組みです。職人さんは極力早く作業を始めたいんですよ。だから朝礼っていうのは邪魔くさいっていう風に感じてる人の方が圧倒的に多いかなというまあ印象です。無駄な時間をなくし効率化に成功。これは多くの企業が飛びつきそうと思いきや、動画にわざわざするのがめんどくさいという方が先行してしまって、新しいことを取り入れなきゃいけない方にハードルを感じて、今まで通りの方がいいよっていう風なのが多分今のところは圧倒的多数かなと。今日は無駄な仕事を減らし効率化を図る仕掛け人たちと共に、日本の働き方について考えます。はい、リューチェルさんいかがですか？そうですね、まあ10代から芸能させてもらってて、無駄って思うことも全部もう当たり前になっちゃってるかもしれなくて、もしかしたらじゃあ今このスタジオで収録させてもらってて、この人数、スタッフさんの人数っていうのも当たり前に感じてるけど、もし一般の方がここに来たら、えこんなにスタジオに人いるんだ、あの人何してるんだろうみたいな、あの人何の仕事してるんだろうとかなっちゃうだろうなみたいな。でも私はもう全部それが当たり前になってて、打ち合わせもちょっと多い人数いるとか、なんか誰も喋らない人がいる、当たり前にいるみたいなのも慣れちゃってて、実は若いくせにもう古いのかもと思ってヒヤヒヤしながら見てたんですけど、と同時にまた新しい機械とかネットとかそういうのもすごく弱いので、さっきの最後のかといって楽になるかもしれないけど動画作るのがめんどくさいとかも超わかると思っちゃって、なので慣れちゃってるところ、慣れちゃってる方々をどう引っ張っていくのかっていうところの、そこの対応の仕方をちょっと聞いてみたい。おっしゃる通りですね。スタッフの皆さん聞いてますか？無駄なんて思ってないですよ。でも一言も喋らないみたいなことだとね、一体何みたいなところ、いますよね、ありますよね。そういうことどう考えたらいいのかということで、もしかしたらもっとスリムになるかも。アベマはね、地上波に比べるとかなりスリムではあるんですけど、 それでもなおですね、いろいろあるかと思いますから、伺っていければと思います。ではゲストをご紹介いたします。日本マイクロソフトから独立され、現在は企業アドバイザーやコンサルなどを行っていらっしゃいます、エンソー株式会社代表の澤まどかさんです。澤さんどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。そしてもう一方、建設業界の効率化を目指す支援をされています、HT ライズプラン代表でいらっしゃいます武田弘樹さんです。武田さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こんばんは、ありがとうございます。早速ですね、無駄な仕事、どう削っていくかということになるんですけども、澤さんが、思ってらっしゃる無駄な仕事ということでいくつか挙げていただきました。まず早速ですけれども、朝9時の出社、これいらないんじゃないかってことですかね、どう考えたらいいんでしょうか？実際には9時に行くことに意味があるんだったらいいんですけど、9時に行くことが目的になっちゃってる人って一定数いてですね、これある会社なんですけど、雪が降ると、で電車が遅れることが前の日から分かってる状態なので、急いで来るようにって指示があったんですね。でみんな急いで行くわけですよ。で僕の知り合いが30分以上前に出て間に合うかなと思ったら5分間に合わなかったんですね、その後間に合わなかった人間が部門何十人かいる中で5人いたらしいんですけど、25分以上怒鳴られたんですって。へー。つまり遅れた5分プラス25分、みんなの前で立たされてですよ、30分無駄になってるんですよ。おっしゃる通りですね。でなぜかというと、9時に来るっていう仕事が満たされていないということのペナルティなんですけど、これ意味あると思います？いや、おっしゃる通りですね。ですよね、だけどその割にはイタリア人が会議に来て遅れてったんですよ。やっぱこれだからイタリア人はって言ったやつがいたんですね、終わりの時間ちっとも守れないから、今度はイタリア人が何だの日本人はってなったらしい。なるほど、それが書かれている。仕事の始まりに日本は厳しくて、終わりは緩い。確かにおっしゃる通りですよね。で終わりが緩いっていうことは、その後によって全部ガタガタになってしまうので、もうこれの方がおかしいんじゃないのって話ですね、本にも書かれてますけどもね、疑うから始める、要するにみんなが同じである必要がありますかと、公平を目指すから生産性が下がってしまってますよね、特に9時5時みたいなことになると、電車は混むし道路は混むし、エレベーターは混むしと、7時3時とかにすればね、空いてるし気持ちいいしみたいなことも書けて、なるほどというふうに思ったんですけども、それから毎日会社に行く、これも必要ないですか？どう考えてますか？
行く必然性があればいいんですけれども、行ってすることがなかったら、うん、要するに行かないでも済む仕事があるんだとしたら、はい、移動時間ってもったいなくないですかって話なんですね、うん、はい、それこそ何かの事故が起きるかもしれないし、うん、あるいはそこの中でもう望んでいない事件に巻き込まれるかもしれないしっていうリスクを負うわけですよね、はい、うん、なので行かないことで生まれる時間の方で有意義なことをするとか、うん、そもそも都市部だと満員電車乗んなきゃいけないんで、それってあんまり楽しい体験じゃないですよね、はい、なのでそれがなくなる方がよっぽど効率的なんじゃないかなって意味ですね、うん、そして会議の話はね、さっきリューチェルさんもありました、全く喋らない人がいてこの人なんだろうみたいなことっていうのもあると思うんですけど、いかがでしょうか、そうですね、同席することが仕事であるっていうふうに思ってる人がまあまあいて、あるところではノートパソコンの持ち込みが禁止なんですって、で質問も禁止なんですって、でひたすら紙でこう書いていって、分かんないことがあったら終わった後で一番近い先輩に聞くっていうルールがあるらしくて、その場で部長なんかに手を挙げて質問すると会議の進行を乱すんじゃないと怒られるっていうですね、発言することに対して慣れてないっていう状態もなっちゃってるんです全体が、はい、それだったら後で議事録回すだけで十分なんですよね、うん、まあ、もちろんその何がブルシットジョブであるのかと、いわゆるその無駄であるのかっていうこと、うん、まあ、なんか調べてみたらいろんな定義もある、取り巻きがどうとかね、なんかいろんな定義はあるみたいですが、はい、そうですね、まあ、やっぱり それぞれの業種によってもちろんその無駄なことはたくさんあるし、で当然我々のような業界、NPO の業界とかね、支援現、福祉の支援現場って、まあ無駄なことばっかりですよ、うん、相談窓口来てんのにお前には話したくないってね、誰にも話したくないって言って居座る人とかね、いや来てるじゃん、でもその人にずっとこう向かってずっと話すとふっとこう答えが見えてくる場合があるわけですね、ダラダラしたら会議の最後にめちゃくちゃいい相手が出ることもまあたまにあると、もちろんこれのなるべくまあ極限にこう無駄を減らさなきゃいけないっていうのは分かるのと同時にね、じゃあその無駄とかが全部こうなくなって、いわゆるブルシッチューブが全部なくなって、でその効率的になってその先に見えるものが何かっていうことなんですよね、うん、要は何を目指してその無駄であるとかブルシットをなくすのか、なんかそのあたりをこうぜひお聞きしたいですね、うん、なるほど、澤さんどうですかね今の話っていうのは、まあ、すごい大きい話からいくと、うん、全てのビジネスっていうのはまあ社会貢献なんですね、何らかの形で社会貢献をするっていうのが一番トップにあると、社会貢献しないビジネスっていうのは基本的にこれ全部犯罪になるので、はい、なんで社会貢献ありきで、その社会貢献につながっているというふうに働いている人たちがグリップ感を持つかどうかって結構大事だと思うんですね、うん、はい、最後の最後まで何のためにやってるのか分からないままにずっと時間を過ごすっていうのは、これが一番使ってしまった時間に対して後悔をすることになると、で後悔をするっていうのはこれ一番これどうしようもないの で時間っていうのはもう有限で、かつ不可逆なんで戻すっていうことはできないので、そこで後悔をするっていうのは一番もったいないというか残念な状態、ださっきおっしゃったようなやつだと何一つ無駄がないとも言えるわけですよね、そうですね、そのプロセスの結果として結論が出たのであればもっと効率化できればいいっていうのはあるんだけど、それが誰も喜んでいない状態だったりとか、その先は何だったのか分からないっていう状態はなくしてもいい確率が高い。さあそうした中ですけども、武田さんがですね、建設業界の効率化にまさに今取り組んでらっしゃるということで伺っていきたいと思うんですけれども、まあ、朝礼の自動化ですとか様々なさってますけども、どうですか実際に取り入れた企業とか現場、どんな効果が出てますか。ですね、実質僕が言ってで、まあ、採用してくれた会社さんっていうのは数少ないんですが、やってる側はなんかどっちかっていうとこう大した、喜んでない感じです。ただ朝礼を自動化することによって一番喜んでるのはやっぱ職人さんかなというような感じです。だ建設業界って大きく分けて職人さんと現場監督って言われる人がいるわけですけども、現場監督は、まあ、基本的な今までを変えたくない感じの印象が多いです。で一方で職人さんはもう現場ありきなので、はい、もう極力無駄なことはしたくないっていう感覚が多いので、うん、やっぱ朝礼はやめてくれて本当に助かるって、まあ、非常に言われました、うん、ちょっと昔通りが一番良い、うん、まあちょっと最初の話に戻りますけど、うん、まあ、座ってて発言のない機会でいっぱいいるって、国会が大変象徴的になって、その通り寝てる議員が本当に発言の機会がない委員会とかですね、出席しなくていいんじゃないかっていうふうにルール変えた方がいいと思うんですけど、規制改革私10年やってきて本当に同じ思いを武田さんと持っててですね、うん、やっぱり急に変化を起こそうとするとものすごく拒絶感が抵抗されるんですね、うん、なのでなんか小さい気づかないぐらいの成功体験がすごく重要だと思ってるんです、うん、そういう意味でいくと私にとってすごく大きいなと思った体験は2年前にやった押印ハンコの廃止ですね、はい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 、これは
まさにコロナの期間中に、ね、いわゆるブルシットジョブ的にですね、ハンコを押すために会社に行かなきゃいけないってことが起こってた。でこれやめようよっていうのはものすごく一気に広がって、働き方も変えることができた、こういう小さいけれどみんなが少しでも体験できる、この変化をたくさん積み上げるってことが大きな変化につながるんじゃないかと。いろんな私も組織に入って変えてきた経験、武田さんもいっぱいやってると思うんですが、やっぱり目的に立ち戻って今あるやり方って本当にそれに正しいんだっけっていう、この疑う習慣がやっぱりすごく圧倒的に少ないんですね。でこれをどう作るかだと思うんです。で政治側から私がやれると思っているのは、前回ハンコの廃止やったんで、今度は建設現場って例えば目視、目で見なきゃいけないって、実は法律上決まっててやらなきゃいけないことがたくさんあったりとか、対面、顔を合わせなければ実はいけないっていうルールがあったりってことで、すごく実はアナログなルールが1万条項あるんです。でこれを2年間で実は全部変えることを決めたんですけども、これが変わったということによって、あ、社会の制度がこんなに変わるんだから一回仕事を見直そうよっていうムーブメントをですね、ぜひ作りたいんで、あの武田さんにはそこを先頭走ってほしいな、突破口にしてってことですね。ありがとうございます。さあ、その上で無駄な時間解消するための一つので、方法として、やり方として、ほうれん草を変えると、これね、これこそまた突破口になるんじゃないかというお話ですけど、澤さんご説明いただけますか。はい、ほうれん草っていうのは社会に出たら一番最初に覚えなきゃいけないことだなって言いますけど、報告連絡がすごく多いんですよね。で報告、これ僕よく言ってるのが、報告は過去のこと、連絡は現在を中心にして短い時間のことで、相談が未来のことって言ってるんですね。で報告過去のことなんで、見りゃ分かる状態にしときゃいいんですよね。でそれをいちいち報告会議っていうので、会議体で共有するとかやるから時間かかるし、あとこれ最悪なのが、会議の時にサプライズが起きるんですよ。え、何、売上そんなに足りてないのとか、え、そのトラブルあったのっていうのが会議の場でシェアされると、アクションその後になるじゃないですか。起きたらその瞬間に分かる状態に常にしておくっていうのはすごく大事な。そうすると報告いらないんですよね、見れば分かるんで。で連絡はとっとと、もう一番適切なやり方で、もうチャットでもメールでも何らかの形ですればいいと。でも相談、これ未来の話なんですよね。そうですね。で未来が変えられるということを考えると、あといろんな人の知恵が必要っていうことで、そこは集まらなきゃいけないと。でそれはリアルでもオンラインでもいいんですけど、集まってみんなでアイデアを出し合ってやるって、それで初めていいことが起きるので、だから法令をギュッと小さくして相談を大きくする。で法令って、特に法の部分って、やってると仕事した気になるんですよ。なんか綺麗にグラフにするとか、あのデータを引っ張ってエクセルでグラフ作って、そこからパワーポイント貼り付けて、その後 PDF にして、で印刷をしてホチキスで止めて配ると、すっごい仕事した気になるんですけど、ここ間違ってるって振り出しに戻るんですよね。確かに。だけどいじっての過去の話なんですよ。おっしゃる通りですね。なんで過去の話なんで、それ未来分かる状態にするっていうのが僕は一番効率的でいいかな。それ何も生み出してない仕事ってことですね、結果的にはね。結果的には残念ながら、この図は本当に分かりやすいですよね。結局報告連絡上の形だと、過去とか今のことに時間を取られてて、先の話してなくて、下の形にすれば未来の話。そうするとこの相談というところこそ、上司がもうやらなきゃいけないことって言いますか。そうですね、マネージャーはその相談ができるような環境を整えるっていうことなんですね、未来の話をできるように、常にマネジメントをしていく、これがマネジメントだと思ってるんですけど。なるほど。きちんと相談に乗ることこそ上司の仕事、マネージャーの仕事と、いうぐらい良くないことがなるべく少なくなって、いいことが大きくなるような環境を整えるのがマネージャーの仕事。おっしゃる通りですね。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。